はい、それでまあこの番組で一回赤木乳業の人来てもらって、はい、それで赤木乳業の人のガリガリ君のポリシーは、はい、チャレンジらしいよ。常に新しいもので、失敗作もいっぱいある。ああそうですか。そうでも結局振り向くとさ、ソーダ味じゃん。うん、なんだかんだ、ね、なんだかんだ言ってもソーダ味なん、はい、で僕が好きなのはね、紅茶味。あ、そんな味もあるんだよ。それがあるんだけど、はい、一夏か二夏ぐらいでなくなっちゃったのかな。最近見なくなって。そう、全然ないんだけど、はい、40周年コラボ、ガリガリ君、近藤正彦何味する？何味がいいですかね。まあ、カレー福神漬けが入ってるやつ、ガリガリ君の中に、ね、カレー味じゃない、やっぱり。でもポタージュの中にはちゃんと芋が入ってたらしいよ。小さい芋が、あ、こだわってますね。そうそう、だからカレー味も絶対できないことないよ。玉ねぎと芋と牛肉牛肉もでもアイスなの。アイスなんですか。アイスなので、福神漬けが入ってる。ところどころに福神漬けが出てきてアクセントでね、うん、チャレンジなのがやってほしいよな。そうですね、カレーと。そうそう、でさ、その時に何か新しいこと考えてるんですかって言ったのよ俺。はい、そしたらさ、あ、まあそれはまあないことはないんですけど、今ちょっとここで発表できませんぐらいなスタンスだったの、はあ、赤木乳業の人は。はい、で近藤さんはどんなものを作ってもらいたいですかみたいな話になった時に、うん、俺が例えばスポーツドリンク、はいはい、やっぱりスポーツ終わった後に、はい、ソーダ味だけじゃなくて、うん、スポーツドリンクと同じようなアイスだったら一石二鳥じゃない。いいですよね、元気になるし冷たいし。それがいいんじゃないかって言ったら顔色変わったんだよ。え、赤木乳業の人が、あれ、これいいヒント与えちゃったかなと思ったら、はい、出たらしいんだただ出たんだけど、はい、俺が言ったからじゃなくて、もう前からきっかけがあったみたいなんだ。そりゃそうだろうけどでもね、それも見なくなったね。あ、限定なんですか。どうだったのかな、ちょっと調べてみないとわからないけどね。はい、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。